ちょうど1年前同じような時期にこちら来させてもらって、まあ、初めてのエリアで自分の釣りが通用するかどうかやらせていただいたんですけど、これはいけるという手応えがすごくあって、まあ、ナイトゲームではね魚触れたんですけど、僕の得意としてるデイゲームですごいチャンスがあったり、まあ、魚とのコンタクトも取れたし、とにかくもう一度この地で自分の釣りをやってみたいということで、今回東京湾撮影選ばせてもらいました。前回こちら来させてもらった時はもうあえて僕何も聞かずに来ました。もう変にねいろいろ聞いて先入観とか持って入るのもあれやったんで、初めてのところはもう情報も何もなしで来てみたんですけど、タックルであったりそういうその釣り場のロケーションですね、足場が高かったり低かったりっていう状況、そのいろんな状況に対応できるそのどういったらいいかな準備ができてなくて、その反省を今回踏まえて一通り狙えるようなタックルセッティングおよびルアーの組み立てでやってきました。今回のゲームプランなんですけど、まあ、トータル3日間、フルデイゲーム、もうナイトゲームは一切なしで、挑もうと思ってます。この東京湾、今の東京湾の状況で普段自分がやってるゲーム展開にいかに持ち込めるか、そこがもう大きなキーポイントかなと思ってます。まあその自分のこう得意とする釣りのリズムであったりルアーセレクトであったり、そういう自分の流れに持ち込めたらなんとか魚は出せるかなと思ってます。はい、なのでもうとにかく落ち着いて心穏やかに自分の投げるルアーにしっかり命を吹き込めるようにやってみたいと思います。飛距離優先なんで、状況から見てちょっと飛び道具をメインで行きます。絶対外されへんボールで、絶対外されへんパンカー、まあ、あんまり持って行っても多分時間がね取れないと思うんで、その日の傾向をサクッと読めるようなルアー選択でいきましょうか。本邦初公開です。このロッドテスト中のソプモト SPR ですね、 84SPR っていうおかっぱりジャイアントベイト対応モデルです。よし、じゃあちょっとぼちぼち準備していきましょうか。今からひとまずは水面系で、まあ、普段やってることをそのままやっていって情報をいろいろ集めていこうと思ってるんで、まずはトップウォータービッグペンシルから初めてこうなんかベイトの気配とかを感じていこうかなと思います。まあね、まあ、今回初エリアなんですけど、初めてのところだからといって特別何をするというわけでもなく、もうとにかくいつも通りの釣りが組み立てられるようなゲーム展開に持っていきたいと思うんで、もう気をつけてるのは普段と違うことをしない、変に迷走したりしてしまう可能性もあるんで、そこは落ち着いて普段のゲーム展開に持ち込めるようにやっていきたいと思います。
はい、先発のルアーはランカーパンカーウッドモデル8インチです。ひとまずこれでご機嫌を伺っていきます。ビッグペンシルに関してなんですけど、一番気をつけてるのは一定リズム、一定スピード、一定アクションを心がけてます。でやっぱりシーバスって、まあ、巻きのルアーもそうですけど、一定スピード一定リズムで泳ぐものにすごい弱いと思うんで、それでアプローチするのがまず基本。ただし今回みたいに初めてのエリアで魚がのご機嫌もわからんと、出てき方もわからん場合は、今やってるみたいに激しく横っ面で水を叩いてチャガー音出しながら挑発かけて、で合間にポーズを入れて魚が浮いてくるか後ろつくか見る。でそれの繰り返しですね。だいたい 5,6 回動かして止める、 5,6 回動かして止める。で後ろに魚がついたら次のステップにまた行くわけなんですけど、まだそこまで今日はたどり着けてないので、今はまだちょっと挑発的なアクションでご機嫌を伺ってる段階です。この魚が出る距離感っていうのがまだちょっとイメージできない、ね、ちょっと高いとこ立ちますわ。次クラッシュナインに変えました。狙いは、まあ、釣るためっていうよりも魚がどんなルアーの付き方するのかチェイス取りたいですね。まずはなのでクラッシュナインでちょっと近距離をサーチして、魚が出てくるんか、出てくるとしたらどういう付き方で出てくるかを見てます。このどれぐらいのペースで魚が回ってくるんとかがまださっぱりわからないんで、こう下手に動いて入れ違いになっても嫌やし、見極めが難しいですね。そのここって待てる場所があったら早くこのエリアの癖をつかみたいですね。エリアの癖というかこの辺の魚の癖。次は D クローのボルで、そう浮力が強いで淡水設定の方を持ってきてもた。ちょっと鳥の動きもいまいち悪いというか、鳥があんまり寄ってないですね。さっきちょっと鵜がおったんであって思ったんですけど、でも気配がなさそうなんで、自転車で走りながらエリアを広く見ていこうかなと思います。あ、全体的に浅いね。よかった、 EBR 持ってこんで、 EBR 持ってきたら釣りならんかった。ここは遠くはいいんですけどね、近場がしっかりできないんで。さあ来い、来いよ。
ないか。うわ、出てこんな。さあどうするか。まあでも魚は横移動するもんと想定してどっかで待ちましょうか。焦った。僕これがなったら帰ることにしてるんですよいつも。うん、4時30分って言われたから焦りましたね。地元は5時です。5時になるんですよ。夏は6時やけどね。翻弄されてます。やっぱりベイト足速いし他のアングラーさんの動きもちょっと気になるし、なかなか思うような立ち回りができたかなと言われるとできてないというか、今日はねもう魚のチェイスすら今日見れてなかったんで、根本的にそのルアー選択とかそういうのが合ってなかったのか、魚が抜けてたのかっていうところすらもわからなく、あっという間に一日終わってしまいました。何かね明日につながるヒントが得れたらなと思ったんですけど、逆にまあ明日やるべきことがちょっとずつ決まってきたかなとも思うんで、ホテルに帰ってルアーの入れ替え作業を行います。はい、一日ありがとうございました。おはようございます、今日は2日目、去年もね、挑戦させてもらった鶴見川っていうところからスタートしようと思います。まあ魚おるかどうかわからないですが、とりあえずまずは魚探すところからやってみたいと思います。去年来させてもらった時に僕の中ではここ一番ありかなと思ってたエリアで、まあね去年時間の関係でじっくり探れなかったんですけど、ああいう去年みたいな魚の出てき方するんやったら十分勝機はありかなと思って今回2日目ここ選びました。まあこの城とかは多分無縁のポイントやと思うんですけど、こういうエリアって多分年間通して常時魚おるので、そういう魚に対するアプローチとか決めていけたらなと思います。まあいわゆる普段僕がやってる釣り方ですね。それをちょっと今日はじっくりやってみたいと思います。お願いします。どういこうかな。まあいいや。
まあまあ流れてるけど、言うほどゴリゴリに流れてるっていうわけでもなさそうやから、いけるかな。おお、入ってまう。サッパはいますね、ちょろちょろしてますね。まだちょっと流れきついんで、水をかませる系のアプローチにシフトしてみます。暮らしないとね、基本的にビッグウェイトの操作って昼も夜も一緒です。全く一緒で、基本は巻きもしくはストップアンドゴーが昼も夜も大前提です。ただ昼になるとルアーが見えるんで、ルアーを見ながらちょっと演技をできるっていうのが違うとこかな。それにそんなにレンジ入れ込まないんで、水面下水面直下で常にやってるんで、ルアーは常に視界の中にあります、昼の場合はね。でこうやってルアーの挙動とか見ながら動きを覚えて、まあ夜のブラインドでも可能であればやる時もあったし、なので昼夜だからっていう違いはそんなにないですかね。とにかく操作する、トレースレンジであったり切る角度であったり、まあそこは多分普通の通常のミノーゲームとかで一緒だと思うんですけどね。とまあ激しいアクションしてると魚もまあ出てきやすいんで、その釣るっていうのもあるんですけど、まずはその今の段階での魚の出てき方を知りたいっていうのもあります。魚はねこういうエリア絶対おるやろから、この激しめのアクションで出てこんかったら、じゃあ次どうしたらいいかっていうふうにつなげて今からやっていきたいと思います。まだもう少しわからないんで、いろいろ試しながらいきます。次は、クラッシュゴーストでいきます。多分まだ流れ効いてて魚のレンジは低いまま捕食体勢のままだと思うん でペンシル最初やったんですけど、まあ、流れ早いんでね、なかなか間合いも詰めづらい感じやったんで、ちょっとだけ迎えに行きます。ゴーストで水になじませて、けどルアーのデカさで持ち上げてこれるかなっていう感じで、
ついてきとった、気づかんかった。やっぱ出てくるな。そうですね、チェイスがあってあるとやっぱり、ね、魚がいたところから引っ張ってきてしまうんで、まあそいつがまた元に戻る間の間合いを確保した方が次のバイトというか次のチャンスにつながるとは思ってます。あ、でもちょっと反応取れたからいけるかな。でここはなんか流れがカーブのインサイドになって流れを落ち着いてる感じなんで、もう一回トップでやってみます。まあ、オープンの釣りは別ですけどね、こういう多分ついてる場所が想定できるようなところは待ちますね。でちょっと全然違うところは入れて、あ、そうか、ここさっき餌釣りの人おったから打ててなかったんか。クローン10インチ。次ちょっとソフト系のスイムウェイト入れてみます。よし、上流行きましょう。そうか、ルアーがやっぱ流れるから早すぎんねんな。いけるいける、でかかった今の。ルアー映してもらっていいですか。いいですよ、もう 近く寄ってもらっても。ちょずっと下流に行きます。下流にルアーを追いかけてください。もう一回出てくるから、おろる後ろ2m、おろる、詰めろ詰めろ、そのまま詰めろ。来た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 、ルアーの7時方向 1.5m、 見てる見てる。あ、2つおる。おお、帰った。あ、おろる、まだ見と。めっちゃ気にしと。よし、ちょっと休ませましょう。映りました？微妙。肉眼では見えた。最初のやつよりはちょっとちっちゃかったけど、最初のもうちょっとでかかったっすわ。でもあれは食わん。まあ渋いのは別にいいんですけどね、常に渋いんで僕どこ行っても。先ほどのエリアよりもかなり上流の方へ移動してきました。ちょっとシャロー
というか水深が浅くなってるみたいなんで、まあちょっと、まあ、水の色もだいぶ違う感じですね。感じで流れ止まってますね。もう揚げがねガンガンに効いてる状態で、多分揚げで刺してくるであろう魚を迎え撃つ形になると思うんで、いろいろまたスイム系やりたかったんですけど、もうこうなるとペンシルしかないなという状況で、残り時間ペンシルで押し通してみたいと思います。あとは遭遇できるかどうか。トップもね、正直反応取れてなかったんで、どういうアクションが呼べるのかがまだわからないまま今の段階まで来てしまいました。まあ、まずは早いテンポで探りながらやっていきます。多分ここっていうところが見つかったらじっくりいけると思います。1時間サイズはそうでもないけど、よっしゃ、ほい、お、入らん。変なとこにかかったぞ。前か。あ、入った入った。お。よし。よし。お。サイズはそうでもないですけど。
よし、来ました、ついにラスト1時間やりきって1本出ました。もう何の気配もない中、パンカー、ウッドパンカー、お、ごめんなさい、根がかりしてもうた、まあいいや、ええ魚、お前ほんまええやつやな、ありがとう。お、もうね、自分の釣りで出てくれたことがもうすごい満足、もうサイズとかそんなんじゃないっすよね。しゃ、やった、取れた、俺の釣りで出てくる魚おったわ。これですね、このやりきったら出る、ほんとね、これを一度味わってしまったらもう元に戻れないですね。ちょっとそれでもまだちょっとね手震えてるんですよ、正直。やばい、もう最高。2日目ラスト、いきます。ちょっかなんか一瞬ついたかなと思ったら雨が近寄ってくる。ないか、2日目終了です。お疲れ様でした。なんとか1本絞り出すことができました、はい、これでまたちょっと明日の展開につながるヒントが得られたかなと思いますので、今晩じっくり明日のプラン考えながら、天候がねちょっと怪しいんですけども雨も降ってきたし、何とか明日もできたらなと思いますので、よろしくお願いします。そしてありがとうございました。ルアーはゴーストのハイフロート、フロートのやつです。お願いします。ちょっと巻きの釣りがメインになってくると思います、この流れが効いてる状況で。すごいですね、何も気配ないですね。でもいいんですよ、一回置きましょう、うん、気抜いてた、真下におった、もうちょい向こうで気づけとったらな。
そうですね、まあ大体多分エリア的にこの辺やろうなと絞れてきたんで、そこを細かく刻んでいくために水務系に変えました。で、昨日の状況を見ててもやっぱり下げ効いてるときは水務系の方が魚引っ張ってこれてたんで、そういうのも踏まえて水務系にチェンジしました。ただね、この水務系で広範囲をサーチするのにはあまりにも時間がかかりすぎるんで、今回みたいに時間が限られてるときはもう要所要所で入れるように心がけてますね。ん？ちゃうか今の。ギリ見えんかったな。いや多分そうだわ。いやここまで来てない。落ちたかな。ルアーの下でギランってなった。ちょっと休ませます。これで2回反応、あそこにおる魚で2回反応取れたから針には触ってない。で2回とも別のルアーで見せて上がってきて、いけるかな、うん、ここにおるあの1匹を釣るって決めて組み立てが進められたら最後には当てれるような気がします。こうルアー通して魚の反応を見て、いけそうやなと思ったらその魚にターゲット絞ってじっくりアプローチかけていく感じですね。でもこれだけ水深ありそうなエリアやったら多分潮位変化は関係なくそこにずっとおるやろから、もうそもそもベイト依存の魚じゃないと思うし、面白くなってきましたね。これは時間かけてじっくり語り合ってみたい魚ですね。こういうのができるんですよね、この手の釣りって。ただ一度見せたルアーはもう見せない方がいいかなと。同じルアー入れるんだったら一回違うルアーを見せてからまた戻すとかすると長い間その反応が取り続けられる。あ、おったってすぐルアー変えてチョンって入れてしまうともう一撃で見切られたりするんでね。まあ、今出てきた魚も一回ニュートラルなところに戻るぐらいまで間合い取っていけたらいいかなと。もちろんほぼ逃げるけど、ある一定のそうじゃない魚に対してアプローチするのにこのルアーは必要。今度はアプローチ変えるために多分ね、あの魚ルアーサイズ下げたら出てこないですわ、今までの経験上。だから今回持ってきてる中で一番でかいサイズ42センチぐらいかなのルアーでアプローチかけていきます。でただね、そのピンポイントに対してそのでかいルアーでアプローチするときはいきなり入れるんじゃなくてじわじわ寄せていくっていうのが基本。捕食のときは別ですけどね。もうなんかシーバスに対してルアーちょっとずつ見せながらシーバスがもうルアーこっち来んなよ来んなよみたいな状況を醸し出してやって、である一定のこうシーバスに対するなんて言うといいかな、もうこれ以上入ってくるなみたいなゾーンをかすめるようにするとアホー言ってガブーって噛んでくるのがありますね。それがイツキのピンの魚の釣り方。そこにはベイトの存在はなしです。シーバスとルアーだけ。本当はねクリアウォーターやったら一部始終見えるんですけど濁ってるんで、まあ半ばブラインド気味になるんですけどね。そんな釣りがお見せできたらなと。もう人前ですることはまずない釣りなんですけどね、こういうのって。映った今。今ルアーがデッドウォークさしてシューンって上がった瞬間に真下一緒にビューンって上がってきた。うん。もう多分これ以上見せても魚出てこないと思うんで、
逃げることはないと思うんですけどね、もう出てきてくれはしないと思う。ただもう3時間後とかだともうね、終了時間なんで、この魚は見切りましょう。でまた次の魚を探すために一から朝のスタート段階の時からと同じ釣りでスタート仕切り直しですね。もう時間いっぱいペンシルやりましょうか。でもこのエリアっていうかこのフィールドはやっぱ十分成立しますね、うん、去年なんとなく感じてたポテンシャルはやっぱほんまもんやったというか。やばい、雨レインが降ってきた。よし、じゃあラスト一投、東京湾行きます。東京湾でもないか、鶴見川。あ、投げすぎてもた。よし、納得できました、うん、いやあっという間の3日間でしたが、まあ、無事に魚も触れて、後半ねなんとなくいけるかなと思って試してみた自分のゲーム展開、がっつりハマりかけたところやったんですけど、うん、惜しくも魚触れるとこまではいきませんでした。まだまだちょっとやってみたいんですけどね、帰りの飛行機もあるし明日仕事なんで、もう今日は本当にこれぐらいで終わりたいと思います。そうですね、まあ、なんとなく感じてたことをつなぎ合わせて予想してこれだったらいけるだろうっていうところでゲームを始められたかなと思います、まあ、ちょっと時間がねかかってしまったんですけど、十分やっぱり普段自分がやってる釣りは通用するという手応えは感じられたんで、チャンスがあったらねもう一度チャレンジしたいですね。いや一度じゃなくても二度三度と、それぐらいやっぱりポテンシャル秘めたフィールドだと思うし、本当に面白いところだと思います。